はい、皆さんこんにちは、ギガプロトです。今回はジャシックワールドやっていきたいと思います。はい、今回やるのはですね、リクエストにお答えするという感じなんですが、こちらのマストドンサルですね、こいつをね、レベル40のこいつを作ってほしいというね、リクエストが、前からちょくちょくあったんでね、今回、せっかく、こうやってね、揃ってるんで、このまま、レベル30のまま放置っていうのもあれかなっていう、自分の中でもそういうのもありますしね、この機会に、やろうかという動画でございます。はい。こいつを、レベル40まで、やっていきたいと思います。一匹はね、もうこのように、レベル30までなっているので、レベル40になるまでは早いと思います。で、こいつ一匹レベル10なんで、こいつですね。はい、餌やっていきましょう。いやー、これね、これと同時期に出た、メトポサウルスが、シャープで非常にかっこよくて、しかもこいつよりか微妙に強い、ちょっと強いっていう感じでね、非常に前からかっこいいかっこいいって僕言ってましたよね。本当に僕はメトポサウルス派なんですが、こういった、ワニ系っていうのかな。ワニ系の、こういう、こっちの方が好きっていう人もいるみたいですね。僕は、プレステスクなんで、こっち、メトポサウルス。はい、これですね、これ。めっちゃかっこいいっすよね、このね。顔のこの平べったい、このシャープな感じとかね。尻尾から頭に向かって、ズコッと突き抜けてるこの感じ。感じかっこいいっすよね、この、シャープでね、非常に、色合いだけが、ちょっと、赤色ベースっていうのはちょっと残念かなっていう感じですけど、かっこいいですよね、普通にね、こいつは。で、普通にバリバリ現役で強いですしね、こいつは。はい。こいつはビップ恐竜ですね。こいつは本当に強いし、かっこいいって感じなんですが、とりあえずね、こちらマストドンサウルス。こいつはちょっとさっきのメトポサウルスには、性能的にはちょっとだけ劣るんですが、非常にね、作ってほしいと、レベル40やってほしいっていう方が、ちょっと多いのでね、今回ちょっとやっていこうというね、はい。いや、本当にどうだろう。こいつはね、やっぱりこう見た目的にワニっていう感じが強いですね。で、目玉もなんか本当にもうワニで、あんまりこうかっこよさを感じないんですよね、個人的には。好きな方には申し訳ないですけど、個人的にはあまりかっこよさがちょっとわからないですね、こいつのね。はい。とりあえずレベル上げていきましょうか。はい。餌も足りるかな、普通に。はい。マストドンサウルスね。本当にもうメトポサウルスが出ちゃった以上はもう、ほとんど、もう役目がないというか、使いどころがない。性能がほぼほぼ一緒っていうところで考えれば、代役として使えるかなっていう感じではあるんですけどね。メトポサウルスの代役っていう感じですが、やっぱり僕的にはやっぱメトポサウルスの方がかっこいいし、好きなんでね。それを打ててとりあえず行きましょう。はい。レベル20、1回進化のやつが2匹できたので、こいつをレベルアップすれば、2回進化ですね。はい。さあ、一発成功。一発成功すると本当嬉しいですよね。なんか本当にこう待たされなくて済むっていうか。で、これで、2回進化が2匹できましたね。こんな感じで。はい。じゃあこいつを、レベル30にすれば、3回進化の時ですね。はい。割と多くの方が結構、期待していたっていうか、見たかったって結構、見たいっていうね。3回進化の見た目が見たいっていう人が結構多いので、リクエストに応えるという形でも、意味でもそうだし、
まあ、僕自身もね、まあ、メトポサウルスじゃなくてマストドノサウルスね、在庫っていうか、レベル40にするための数は揃ってるのにそのまま放置してたっていうのもあるんでね、うん、まあ、そこもまあまあ放置するのもまあ、気持ち悪いというか、まあ、せっかくだからやっちゃおうという感じのノリでやっていきたいと、うん、思っています。はい、じゃあ30でレベル30、3回進化といいですね。いきましょう。はいはい、お、結構色合いはちょっと変わるのか、青、なんかアクアブルーみたいな色も入ってるような感じがしますね。うん、さてさて、おっと、全然進んでくれなくなっちゃったよ、想像上。おお、3回目成功。オッケーオッケー。さて、おーっと、おっと、おお、おお、おおって感じですね。うん、思ったよりかいかついですね。なんか色合い的に、色合いがそんなにこの、なん、個人的になんかその緑ベースのまんま変わらないのかなっていう、なんかちょっとこう、なんですか、暗い緑、汚いような緑色っていう色からあんまり変わらないのかなと思ってたら、結構見栄えがあるこう緑色っていうんですかね、で微妙にこう青色、アクアブルーも入ってるっていう感じで、でまあ模様ももさもさといっぱいついて、なんて言っても背びれですよね、背びれ、メトポサウルスと同じようなこうノコギリのような背びれがつきましたね。いや、思ったよか、まあ思ってたよりはかっこいいですねはい、思ってたよりは、うん、かっこいいです、こいつね。うん、いやー、まあこれまあいいんじゃないですかね。うん、割と思ったから良かった作って良かったです。はい、じゃあ餌をやってレベル40、これちょっと足りるかな、あ、ちょっと足りないか、やっぱり。はいはい、できました、レベル40、おめでとうございます。この恐竜は最大ルーム出しましたということで完成しましたね。はい、マストドノサウルスレベル40の完成でございます。いやー、結構思ったよか色合いとかが特にまあ割といいなっていうのがあるね。結構いいな。1496アタックと4788なんで、まあこいつのまあ体力は上だけどっていう感じですね。アタックはやっぱりメトポサウルスのが上っていう感じですね。1700、はい、1496 まあ本当にまあメトポサウルスとほぼほぼ同じかなっていう、体力で行くならこっちのマストドノサウルスで、まあアタックで行くならメトポサウルスっていう感じですかね。うん、もうほとんど天秤にかけたらもうほとんど一緒ですよね。うん、ほぼほぼ一緒。まあ、若干アタック、まあでもこのゲームのねシステム自体がやっぱアタックっていうのがかなりやっぱ重要なんで、攻撃力が、まあ、そういう意味ではやっぱり、うん、メトポサウルスの方がやっぱちょっとこっちの方がちょっとまあ有利かなとは思うんですよね。なんてでもかっこいいしねこれこっちの方が個人的にかっこいいんでね。うん、本当に、いやー、なんだろう、この顔の形独特だしな、本当にかっこいいっすよね。目の横に生えてるこのヒレとか、これがね、逆の色だったらね、青色ベースで赤模様みたいな感じならもっと良かったと思うんですけどね。まあ本当にこいつは本当にVIP 恐竜で、まあハイブリッドのオスタポサウルスにちょっとは、ちょっと及ばないっていう感じではあるんですが、普通に強いですね。メトポサウルス。まあ過去の動画とかでもね、メトポサウルスで
活躍してもらってるっていうところも何度も何度も何度も、撮ってると思うんですけど、まあ、あのリスナーさんも分かってると思うんですけどね。うん、こいつの強さは。はい。で、全くほぼ同じ、ほぼほぼ同じステータスのマストドンサウルスが今回、まあ、リクエストに、お答えするという感じも意味も含めて、レベル40作りました。はい。まあ、こんな感じで思ったよか、まあ、予想以上に、あの、色合い、見た目とかね、まあ、顔がでかいとか、そういうのは置いといてね、うん、見た目が意外と、こう、パッと見て、こう、いいなっていう、予想外に、割と良かったなっていう感じは、やっぱありましたね。まあ、作って良かったですね。とりあえず、そう、メトポサウルスの代役、代用として、まあ、使えるっていう意味もあるし、まあ、作って良かったですね。やっぱ作って損はないね。VIP 恐竜とかリミテッド恐竜、ほんと強いんでね。はい。あの、ハイブリッドも、まあ、ぶっ壊れハイブリッドの時代ですけどね。で、まあ、何かと、あの、今はもう結構、リミテッドとか VIP 恐竜、VIP 恐竜はちょっとあったかちょっと忘れたんですけど、リミテッド恐竜ですね。リミテッド恐竜の、が、その、ぶっ壊れハイブリッドの、合成要因になるっていう可能性も、まあ、可能性っていうか、実際にあるんでね。だから、今後、この、こういったその VIP 恐竜も、その合成要因、ぶっ壊れハイブリッドの合成要因になる可能性も十分ありますよね。はい。なんで、そういう意味でも、まあ、作っといてよかったかな、とは思ってますね。はい。いやー、マストドンサウルスか。なんか、こんな、結構、なんて言うんだろうか。色合いが本当に、個人的に、いい。綺麗な緑色っていうのかな。非常にいいですね。エメラルドグリーンと、まあちょっと若干ブルー、アクアブルーが入ってるっていう感じですね。まあいいですね、本当にね。マストドンサウルス。はい。というわけでできました。一応リクエストにはお答えできましたね。はい。まあ、こんな感じでございましたという感じですね。はい。じゃあ今回はこの辺で終わりにしようかな。今後まあ、メトポサウルスと、まあ、共同でっていうか、まあ、メトポサウルスが使えなくなった時とか、まあ、メトポサウルスレベルで十分とかね、そういう時に、こいつとメトポサウルスと、一緒に行けば、まあ、こいつがいいかなっていう感じですね。はい。というわけで、今回はこの辺で終わりにしようかな。はい。2回目ですけど。はい。というわけで、こんな感じでした。とりあえず、じゃあ、今回はこの辺で終了にしたいと思います。はい。ありがとうございました。